チスル TV。 3ヶ月に及ぶすする改造計画によって12キロの減量に成功したすする。果たして今回体重はどうなってしまっているのか。はい、というわけで10日に一度の体重測定をやっていきましょう。おはようございます。おはようございます。どうですか今日は調子は。体調はだいぶいいですね。問題なく取れてますか。はい、うん、じゃあもう測っていきましょうか。はい、はい、ああよかった。いやーよかった。ああよかった。前回より減ってましたね。やったぜ。そのまま増えていかずに、はい、ちょっと取り戻したかなという、はい、感じですよね、数値上は。そうですね、うん、なんか見てたらこの体重結構久しぶりじゃないですか。地味に70去年の11月以来とかね、体重なんですけど。うまいな。どうしたんですか。どうしたんですか何を気をつけたとかありますか。あ、でも食事はめっちゃ気をつけましたね。なんかいろいろ、まあいろいろ飲み会とかもちろんあったんですけど、はい、まあ、その中でもなるべく食べないようにというか、うん、まあ、食べ物を選んだりとか飲む量を減らしたりとか、うん、ですか。まあ、食事ですかね、一番気をつけたのって、うんうんうん、ボディメイクは絶対食べてしまう時とかに、はい、気持ちのムラっていうのは自分に強い人というか、はい、じゃないとね、なかなか難しいとこなんで、うん、まあ、鈴木の場合特に何年もやってるから、はい、うん、時にはね、気持ちの緩みっていうのはあると思うんだけども、はい、まあ、それを今回みたいにうまくね、まあ、本来の自分の姿に戻すじゃないけど、うん、そういうところに持っていけたっていうのは良かったところですよね。うん、まあ、なんで今後もちょっと増えちゃった時とかも出てくるとは思うけども、はい、そこで気を落とさずにやっていくようにしましょう、はい、うん、まあ、あとは特徴としてはどうしてもね、食べるのが好きなので、はい、好きですよね。めちゃくちゃ好きですね。食べることより好きなことあるかっていうぐらいの。ちょっと恥ずかしながらないかもしれないですね。あ、食べれる時幸せでしょ。はい。なんでまあ楽しむ時は楽しんで、うん、うまく付き合いながらやっていかないといけないと。はい、ただなんていうんですかね、僕チワワが好きなんですけど、チワワってね、はい、ご飯をねちょっとずつこううまいことパクパクと食べるらしいんですよ。こう一気にガッといかないっていうか、はい、なんかねパグとかポメラニアンはガッていくらしいんですよ、はい、ガツガツ食べるみたいな。だからパグとかポメラニアン状態にならないようになんで例えるのに犬を持ってたんですか。なんで急に何を言うか。たまには言わせてくれや。どういう。そろそろやりましょうか。やりましょう。はい、やりましょう。お疲れ。今すぐあなたに会いに行くからなぜて。やらなきゃならないこととか全部は後回し。あらら、よそ見をしないで素直に思いを分かってて。はい、オッケー。じゃあボールはいいですよ。